こんばんは、タクシマ社長です。今日はね、クリッパートラック、を磨いております。まあ磨いております。もうこれでね、磨いてあとワックスをでかけたらね、終わりなんですけどね。やっぱね、この商用車っていうのはね、やっぱりあとね、商用車、まあ商用車、大変なんですよ、商用車って。でね、まあ、あるあるの話なんですが、車屋あるあるっていうか、磨きをする人あるある、車のなんかね、一生懸命やっちゃうんだよねそうだから一生懸命やっちゃうから、時間かけちゃうんだよね。本当はもっとね、さらっと終わらしちゃえばいいんだけど、なんかいや、もっとやったらもっと綺麗になるんちゃう、もっと綺麗になるんちゃうとか思いながらね、何回もねやっちゃうんですよ。だからそれがあかんのだろうな。だから僕のコーティング出してる、ね、秘密工場の社長さんもね、同じだと思うんです。特に黒なんかでしたね、彼なんかもうアホほど一生懸命頑張るんですけど、ね、まあ白だから手抜きするっていうことじゃないんですけどね。白はなかなかね、すぐ綺麗になっちゃうんですよ。でも僕これね、まず一回シングルポリッシャー、これね、このポリッシャーでまず磨いて、細めで磨いて、その後に、じゃあその前か、細めの前に、まあいいのか、そうそう、細めで磨いて、で超微粒子かな、微粒子かな、なんだっけな、忘れちゃったな。3M のね、ものなんですけどね、極細目で磨いて、今度超微粒子でね磨いてって3回工程やってるんです。でその後にそれ今までこのね、シングルのこれね、この機械で磨いて、で最後に磨きの部分で言ったら、最後にこれで、これダブルアクションですね。ダブルアクションって何すればいいのかな。シングルってくる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 ただ回ってるだけなんですけど、ダブルアクションさ、こう なんていうの、なんかこうなってるんですよ。こうなんていうのか、こうじゃなくて、こなんていうの、なんていうのか、こうね、一生懸命回ってくれるんですよ、余計にごめんなさい、もう説明ができないや。でね、そのダブルアクションでやって、で最終の、ね、磨きは僕は終えます。ちょっとここにね、看板とかがあるんでね、看板はね、ちょっとさすがにここのところ、看板は今これ一回ね、仕上げたつもりなんですけど、やっぱちょっとね、いまいちこう僕的には納得いかないんで、もう一回同じ工程をね、ここだけです、この看板のところだけね、やろうかなと思ってます。そうだから、磨きってもうね、凝り出しちゃうとね、終わらないんですよ、本当に。そうだから、楽しいんですよ、とにかく楽しいんだけど、やっちまうんだよな。もうどっかで妥協しなくちゃいけないんですけどね、もう妥協がね、できない作業かな。妥協ができない、本当に。磨きって妥協できない。内装もそうなんですけど、内装はまだ、まだ、なんとかね、妥協できる部分もあるんですけど、だからこことここって色っていうか、艶が全然違うじゃないですか。だからやっぱここに、この辺ぐらいまでなるまで、ここね。ただ一番磨いてるのはやっぱこの辺なんですよ。もうテカテカでしょ。ちょっとこの辺もう一回後処理しなくちゃいけないんですけど、ね、綺麗に磨いてるでしょ。だからこういう状況に全部のボディを、荷台もちゃんとしますよ。こっちの荷台もね、ここね、荷台。します。でないと、だってね、うちは本当に安いんですよ。これ全部買取車なんで、もう色違うじゃないですか、荷台とキャビンでね、運転席の部分とで、ね、安いからってその磨かないっていうことはまずないんで、全ての車磨いてます。磨いてワックスかけて、ワックスも塗り込んでね、2回ぐらいワックス塗り込むんですよ。で、まあ半年ぐらいはもうそれでね、乗ってられるような状況か、まあもちろん使い方にもよりますけどね。
だけど普通に考えたら半年ぐらいは手洗いだけでいいような状態にはしてます。ただ僕はコーティング、ガラスコーティングとかってできるんですけど、どうなんだろうな、やっぱプロじゃないんでね、僕がやるんだったらちゃんとお金を出してガラスコーティング屋さんで磨いてもらって、その上にガラスコーティングをしてもらった方がいいかなと思いますね。やっぱそこで、でもね、それもちょっとまあ彼のね、僕のその秘密工場の彼の、まあ、パンフレットなんですけどね、まあこんなややこしいこと書いてあるけど、このね、吸い込まれるほどの深い艶、息を飲むような圧倒的な輝き、うん、なりますよ、この人のこの社長のところでやったらね、本当に綺麗になる、綺麗になるっていうか、本当に僕仲間って言っていいのかな、分かんないけど、まあ仲間内にさしてもらおうか、一応な、仲間内では僕はね変態社長と呼んでます。本当に磨き変態のように一生懸命頑張るんで、はい、まあそこまでしなくていいんちゃうとか思いながらね、でもやっちゃうんだよな磨きって、はい、磨けば磨くほど綺麗になっちゃう。でもある程度のところ止めないとね、今度クリアが剥げちゃうからね昔なんか一生懸命やりすぎてね、クリアは剥げちゃったりとか塗装を傷めちゃったりすることがあったんでね、まあ、やっぱそこはね少し考えながらやるようになってます。そうで、中もねもちろんこの掃除機をかけて、掃除機かけてですね、でその掃除機かけてる時に、まあ、エアーでねいらないものは全部こう外に飛ばしてね、なるべく細かいところまでやって、ただね僕やっぱりその専門のね、あの本当の業者さんじゃないんで、やっぱ見よう見まねでやってて、あの誰にも教わったことがないんでね、やっぱガリバーの時もみんな普通に自分たちで勝手にやってたんで、でまあパーッと掃除機とエアーでいらないものをなくして、今度ねあそこにあるか、あの黄色いのあるでしょ、あれが、スチームなんですけどね、スチームしながら、まあ、これルームクリーニングのね、ルークリー洗剤ってこう、あの業者向け、まあ、一般でも売ってるんですけど、これがねよく落ちるんですよ。これをかけながらやったりとか、あんまりすごいところはもっと強力な洗剤でやったりとかしますけど、あでもルークリーで大体大丈夫かな。でルークリーでね、さっきのシュッ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 ってこれかけて、でこれがね馬の毛なんですよ、馬の毛ね。でこれチャーってねあのやると大概の汚れ落ちるんですよ。まあでもよっぽどひどいのはちょっと落ちないんですけど、まあそんな感じです。だからどんなに頑張っても1日1台半できれば、まあやっぱり1台かな、1日1台1人でやって1日1台しか仕上げや僕はできない。うん、やっぱちょっとこだわっちゃやっちゃうからね。社員さんとかおった時はねこだわらないからね、あの工程一応こういう工程でやってねって言ってその工程でね終わらしちゃう子もおったし、あの反対に一生懸命ね僕よりも一生懸命やる子もおったし、まあ、それぞれですよね。でもやっぱ若かった子はダメ、20代の子はやっぱりあのやるんだけど、そういうこだわりを持ってやるってことはなかったな。そう一応綺麗にはね、でもまあやっぱり他の中古車屋さんに比べてね、あの中古車屋さんって一日中、まあ、こういうやってたり洗車したりとか、あと陸運局とかね、ああいうところに行ったりとかするんですけど、車検取り行ったりとかね。僕はもう一人でやっとって、今一人なんですよ。まあ、社員さん募集し一応本格的にはまだしてないんだけど、してるんだけど募集はしてるんだけどね、やっぱねあのトラックでね、あそこにあるトラックでどんどんね買い取りで車取りに行ったりとかね、あとオークション持ってったり、まあ、オークションなるべく夜のうち持ってってるんだけど、ちょっと今日はね大阪の方に、車取りに行ってたんで、そこにあるわかんのかな、クオリスマーク2クオリス、懐かしいやつね、ちょっとあれ綺麗なんでね、サンルーフとか革シートとかねついてて、まあ調子も良さそうだからちょっと販売に回そうかなと思って、初めオークション回そうかなと思ってたんですけど、ああいうの取り行ったりとかして、で空いた時間にこういうのやってるんでね、なかなかあの進まないんですよ。これももう3日ぐらいこの中に入ってるんでね、
で本当はここショールームっていうかこのお客様の商談室なんですよ、こういう感じで、まあ、こっちにもこっちなんかどっちかっつったらば業者さんとかが来たらこっちに行ってもらう感じかな。でパキラね、もう天井まで行っちゃってるんですけど、こんなに成長するパキラで僕初めてなんですけどね、全然枯れないんですよこの子。だからこれは大事に、あまり水やるとなんかダメみたいなんで、で一応やってます。うん、まあこんな感じでね。でうちはもう 100% 買取者なんで、オークションでは今まで買ってきた、今までもあるけど、あの今のところこの現在はやオークションで買ってきてる車はないです。ただやっぱこれからはね、少しオークションでもね、安い車を買ってきて、で販売できそうなものは買ってきて販売しようかなと。ちょっとさすがにね、選択肢が少なすぎるんで、ちょっと在庫をねもう少し増やそうかなと思ってます。だから在庫で、ね、ちょっと何百万かね、かけようかなと思っておりますんでね、お願いします。そんな感じで、洗車の方をねやってます。これ磨きとか全部これ、販売する前のことをやってます。販売をするためにやってます。はい。で納車をするときにもう一回やりますんで、まあもう一回やるってもね、その時はもう磨きちょっとやって、ワークスちゃってやって、内装もちゃちゃってやるぐらいで終わっちゃうんですけど、まあ、もう一回仕上げてあるんで、終わっちゃうんですけど、でもこうやって一生懸命頑張ってますね。あ、こういうのもね、ゴムの部分なんで全部こう養生して、で、なんだっけ、ごめんなさい思い出せない、コンパウンドがねつかないようにしてます。コンパウンドがつかないよね。だからそれでもついちゃったりするんだけどね。だ荷台なんかもこんなん本当はしなくてもいいんだけどね、本当はね。しなくてもいいんだけど、一応こういうのやって、今やってます。昔はやってなかったんですけど、やってますんでね。はい。ぜひ。で、あと、ちゃんとディーラーさんとか、あと、ちゃんと認証工場とかね、そういうところで、点検を受けて、もしくは車検を受けて、でナンバー登録させてもらって、やってます。だから今ご注文をね、山口県の方から、ね、ご注文いただいているお客様がおるんですけども、その方のお車今ね、車検整備とあとタイミングベルトですね、交換ですね、それの、整備中です。でちょっと時間がかかるんでね、少し今整備をそっちでして、でこっち帰ってきたらね、もう一回ちゃんとね磨いてワックスかけて、山口県ね、来週の金曜日、あと1週間後の、夜 10時ぐらいにこっち出ようかなと思ってますけどね。で向こうでまた出ようかなと思ってます。そんな感じで頑張ってますんでね。はい。ぜひ、遠方の方にもね、僕が行けたら僕がちゃんと納車行きます。ただちょっと実費分だけいただきますけども、高速代とか燃料代とか計算してそれだけもらいますけど、なるべくお客様と会いたいので肉装は使わないようにしてますんで、はい、よろしくお願いします。まあ、ちょっと沖縄とかそういうとこちょっと無理なんで、はい、いう感じでしたね。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。さあ次回までバイバイ。